えー、岸田総理がやっとですね中国を名指しで批判してくれました、えー、岸田首相東シナ海で日本の主権侵害中国を名指し批判ということですけどもまあ残念ながらね尖閣諸島というところまで名指しで行っていただきたかったかなと思います尖閣諸島は中国に一方的に奪われようとして今日本の漁船とかね海上保安庁が近づけない状態になってるわけですよ つまり武力侵攻を受けていると言ってもいいのかなと思いますこういう風なねならずもの国家中国ロシア北朝鮮みたいなところに私たち日本っていうのは弓なりに存在してるわけですから非常にね脅威にさらされてると言ってもいいんですよねで岸田総理はそういった状況に対して私たち国民をどのように守っていくのか誘導していくのかそれが問われてるわけなんですが今回の会見ちょっと見てみましょう13日ロイターからなんですがまあロイターっていうのもちょっとね <laughs> えー、あれ系なんですけどね。えー、東南アジア諸国連合、ASEAN と日米中韓ロなど、計18カ国が参加する、東アジアサミットが13日、カンボジアの首都プロンペンで開かれたと。岸田文雄総理は、東シナ海で中国による日本の主権を侵害する活動が継続強化されていると、中国を名指しで批判したと。ちゃんとにみつけてくれたんでしょうね。えー、日本の外務省の声明によると、岸田氏は、 台湾海峡の平和と安定が地域の安全保障に直結する重要な問題だと強調。中国のウイール自治区の人権状況について、これ人権問題ですよ。人権侵害と言ってもいいですよね。深刻な懸念を表明したと。なんか言いたいような言いたくないような感じで言ったんじゃないですか、岸田総理。北朝鮮情勢では、 同国が先月以来に弾道ミサイルを頻繁に発射したことは国際社会に対する明白かつ深刻な挑戦であり容認できないと繰り返したつまりはやっぱりね北朝鮮ってね数発のミサイル攻撃で壊滅するはずなんであそこはとりあえずとっとと潰していただいてでやっぱり中国とかロシアにもね一撃を食らわした方がいいのかなと思いますよね うん、やっぱりね、何でも対話で解決が理想なんですけども、話の通じない相手には、やっぱりこう、暴力、武力で、えー、攻めていくしかないのかなとうと、ん。なんかやっぱりね、聞き分けのない子供は玄骨で黙らせるしかないっていう理論ですかね。まあそんな風に思いますけども、皆さんはどうでしょうか。対話で解決できるなら今のような状況になってるんでしょうかそして対話をするなら誰がその対話の先見体質としてふさわしいのかコメント欄で教えてください。